演武開演。どうも、本日はマックシェイクのストロベリーを飲んでみたいと思います。では飲んでみます。このお味が、それはお得ですね。さっぱりとしたイチゴの酸味が冷たいシェイクとともに口の中に広がって、冷たさとさっぱりとした酸味が広がって、とっても美味しかったです。で、なぜ急にイチゴマックシェイクを飲んだのかといいますと、実は先日 au のプレミアム会員サービス au スマートバスプレミアムで、これまでのフライドポテトに加えて新たに金曜日マックシェイクも無料で提供されていたので、それを買ってきて飲んでみました。いつの間にただ、本来は桃でやろうとしたのですが、どうやらレギュラーメニューしか適用されないようですので、その点はお気をつけください。自分も知らなかったからな。そしてマクドナルドといえば明日からスプラトゥーン2の新しいフェスでコラボしますね。ナゲットかポテトか、皆さんはどちらに参加されますか？参加されるチームによっては、もしかしたら戦うことになるかもしれませんし、また協力し合うことがあるかもしれません。もちろん自分も参加しますよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。